本日は2018年5月14日、今から70年前、1948年、5月14日、この日、イスラエルが建国をしたとされる日で、本日は建国70周年にあたります。イスラエルにとってはおめでたい日であろうとは思いますが、通常の建国記念日とは違いまして、今年はですね、ここへ、アメリカの在イスラエル大使館、米国大使館がテルアビブ、今まではテルアビブが首都のとされていて、そこに各国の大使館があったんですけど、イスラエル、エルサレムに移転すると、本当にやってしまうと。今日は記念式典が催される予定です。そういう日、その翌日5月15日というのはナクバ、大災厄の日と呼ばれる日でもあると。これをセットで刻んで、理解し記憶してもらわなければいけないなというふうに思っております。本日もこの問題について、東京経済大学の早尾孝則准教授とお話を伺ってまいりたいと思います。早尾さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。狙って、この日にしたんですけど、そうですね、はい、早尾さんのご都合というか、はい、スケジュールをお聞きしたところ、この5月14日だったらばできますし、はい、またちょうどタイミングがということですけれども、はい、エルサレムへ移転するということの意味ですね。テルアビブという場所がどういう場所で、そしてエルサレムはどういう場所で、どんな象徴的な意味を持つのかみたいなことをちょっと言わないと、一般の人にはその移動がどういう意味を持つのかってことになるかなと思うんですけど、はい、この地図をちょっと見た方がこう分かりやすいかと思うんですが、これですね、はい、つまり歴史的な変遷の地図です。はい、イスラエルという国が、うん、そのユダヤ人国家として国際的に、承認を受ける一番大きい、きっかけというのは47年の国連分割決議の地図が、これがそうですね、はい、47年に国連が、緑の場所を、アラブ人の、国家に、で白い場所を、ユダヤ人国家にと、いうことをしたときに、エルサレムというのは完全にこの、この中にありまして、クローズアップ、はいはい、であともう少し厳密に言えば、うんうん、ここはアラブ人国家でもなく国際的な管理のもとに置くということが、国連の、決議だったんですね。ユダヤ教徒にとっても、それから、キリスト教徒にとっても、そして、イスラム教徒にとっても、聖地である。そうですね。とりわけその旧市街、1キロメートル四方の四角い、およそ正方形の形をした城壁に囲まれた旧市街の中というのは、一番有名なもので言えば嘆きの壁と言われる、古い、ユダヤ教の神殿の、壁、それから、アッラがこう昇天したというその岩のドーム、黄金のドーム、それから、イエス・キリストがこう十字架貼り付けになって、亡くなったその聖墳墓教会をはじめとする、さまざまな、3つの宗教と言っていいのか、そもそも一つのこう一神教の3つの宗派という捉え方もあるわけですけど、それが一つの聖地にあるのは、ある意味当たり前って当たり前のことで、そのユダヤ教の改革運動としてキリスト教というのが後に作られていき、それに対する両者に対する改革運動としてイスラムと運動が後に起こっていった結果として、その大きくユダヤ教、キリスト教、イスラムというものがあるわけですから、その聖地を共有しているという言い方も微妙で、歴史的なある一時期までは自分の宗教自体が明確にキリスト教なのかユダヤ教なのか、あるいはイスラム教なのかみたいなことが判然としないような、とにかく一神教、その経典の民であると、いうような、旧約聖書で結ばれているということですね。経典の民であるということが共通していて、ですから旧市街でですね、さまざまな聖地を、その宗教的なですね、成長を共有するのは当たり前のことでして、その後どんどんこう近代の中化していく中で、宗教的アイデンティティというのが明確にこう、分化されていくという、こともあるわけですね。ともあれですね、この、エルサレムという場所は全くそのユダヤ人国家として割り当てられた場所
には入っていないわけですね。でそこからこの49年、47年から49というのは第一次中東戦争が休戦した、年で、その間の48年に建国宣言が、その48年の5月14日、70年前の今日建国宣言があって、まあ、その前後ずっと戦争状態が続いて、49年、この地図でおよそ、休戦ラインが結、まあ、引かれたわけですが、ここから切り込むようにして、はい、このエルサレムに入り込んでいってるんですね。そうですね、これみんなこの西岸のこの、まあ、ちょっと、異様な形状ですね。ヨルダン川西岸と言われるのはここにヨルダン川があって、そうそうです、ね、こっち側の西岸地区という意味ですよ ね、 でこちらはヨルダンの方が東岸、うん、東岸で西岸と、うん、でこの西岸地区と言われる場所がこのような形状になっているのは、だんだんどうするにここにここをこう攻め込んでいって、うん、エルサレムを取るぞという強い意志で、うん、なるほど、エルサレムを取っていった、うん、ですから、まあ、今日またこの後の話あるかもしれませんが、うん、このエルサレムに向かった回廊、この場所での、まあ、虐殺追放等は、まあ、ことさら、激しかったということになるわけですね。なるほどね。つまりテルアビブからエルサレムへ移転というのは、あの占領自体を象徴、はい、象徴としてそのエルサレムに、結局移転することで国際社会、はい、アメリカ側を中心として国際社会は、はい、あのこの占領を認めたと、はい、いうことを、既成事実を認めたということになってしまうわけですよね。そうですね、うん、まあ、その47年の分割決議、まあ、これの逃避だって問われますし、これが正当だというわけではありませんが、うん、47年の分割決議で全くそのイスラエル領ではない場所で、第一中東戦争で半分占領され、67年の第三次中東戦争、これに対しても国連は、まあ、撤退せよという決議を挙げていると、不当であると、軍事占領は不当であるという決議を挙げている、つまりその国連に反することをアメリカはやっているわけですね。歯向かい続け、その歯向かっていることを、はい、あのアメリカは、はい、認めてしまうと、はい、だから国連決議などを踏みにじるということです ね、 そうですね、すごいことですね、はい、3月の30日から、はい、まあ、これ4月23日のこう数字なので、うん、今現在は、まあ、この数字ってのはもっとあの増えてて、まあ死者こう39、まあ、約40人ですが、今50人、約50人というふうに言われています。で3月30日というのが、まあ、土地の日、これは前回お話ししましたが、パレスチナでは、1976年以降ですね、あの大規模な党の土地の収容に反対をした日とを記念して、パレスチナ その土地をこう守る、まあ、土地を、そのまあ、奪われたことに対する抗議の日と、うんうん、その日をスタートに、この5月の14イスラエル建国15ナクバの日とに向けて約、6週間の、連続した、デモを行う。でそれはガザ地区の、ガザ地区というのは、そもそもが、まあ、ほぼ人口の、まあ、7割8割ぐらいがこう難民である、うん、つまりガザ地区というのはですね、そもそもガザ地区が存在するわけではなくて、イスラエルが建国されたことでイスラエル領になった人たち、イスラエル領にこの周辺ですね住んでいた人たちがガザ地区に逃げ込んで、そしてガザ地区が、そのしかも国連の 分割決議よりもはるかに小さい範囲に切り縮められて、このような、狭い、範囲にがガザ地区が切り縮められて、その中に難民が溢れているというような状況ですので、この中の人たちがデモをするということは、まずはその難民たちの権利ですね、難民たちの権利の基本的な権利というのは帰還権ですね、ふるさとへ帰る権利ですよね、はい、これを訴えると、特にそのナクバの日に向けて、帰還権を訴える、まあ、イスラエルに対して訴える、国際社会に訴えるというデモを、始めたわけですが、ですのでそのこのグリーンラインといわれる、まあ、いわゆるこの休戦ラインですね、うん、この、近くでデモを行い集会を行うわけですが、イスラエル軍がこの、デモ集会に対して、実弾を発射し、多数の死者が出ていると、うん、その、まあ、主要なポイントですね、 まあ、あちこちで行われているわけですけれども、それを、まあ、これはイスラエルの
英字新聞、英字新聞じゃなくてすみません、イスラエルの新聞のハーレツと、はい、新聞の、まあ、英語版の、うん、に掲載されたものをちょっと、借用してきたんですけども、うん、はい、なるほど、はい、はい、で、まあ、こちらですね、そのガザ地区の研究者、これも前回、前々回もまあ触れてると思いますが、はい、触れてますね、サラロイさんという、うん、ガザ地区の、まあ、研究の第一人者、ガザ地区に関しては、まあ、彼女がですね、ユダヤ人の女性の、まあ、研究者で、まあ、私が他の研究者やジャーナリストとこう共同で、日本に招いたことがあるのですけども、その、サラロイさんが、その日本で講演した時の、まあ、講演録を中心に、まとめた、本ですが、これを出した時に大規模な、ちょうど、出す時にというか、サラロイさんを招いた時にちょうど、大規模なガザ侵攻、ガザ攻撃というのがありまして、それが、まあ2008年から9年にかけてですね、その後2012年、それから2014年にもまたさらに大規模な、そのイスラエルによるガザ地区の大規模な攻撃があり、またそれと同時にもう2005年からですね、イスラエルはガザ地区を外から包囲すると、で自分たちはもうガザ地区の中にはそのいないよと、うん、入植地も撤去したし、軍事施設も撤去したから自分たちはガザを放棄したんだという建前を取りながら、まあ、陸海空を封鎖しているわけですので、うん、ガザ地区は巨大な監獄と化したわけですね、うん、ですので、まあ、そういう意味では2005年から、まあ、今まで、ですね、まあ、12、3年にわたってですね、ガザ地区はもう巨大な監獄状態で、非常に、経済状況、が悪い、それから、まあ、その悪いというのがですね、もうおそらく、まあ、サラロイさんももうその警鐘を何度も発してるんですが、うん、まあ、危機的なラインを、うん、まあ、いわゆる貧困ラインと言われるのラインというのは もちろんですけども、もうほぼですね、人間的な生活が崩壊してるだろうというところまで兵糧攻めにあっていると、生存ライン、はい、まあ、人間が人間として暮らせるかどうかのライン。そうしますと、まあ、失業率も極めて高いですし、うん、まあ、その若者のレベルでも 40% とかという、 こう失業率が長く続きますと、うん、当然モラル崩壊が起こるわけですね。その非常に内情が荒んでいる、衛生環境も悪い。そうですよね。まあ、それが来ますよね。そういうことがどうしてもこう不満のこう爆発にも当然つながります。そこまで要するに追い込んでいる状況ですよね。ですので今回 そのデモが必然的にこう、まあ、大規模化する、長期化するっていうのは、まあ、パレスチナ人、そのガザ地区のですね、中のパレスチナ人からすれば、まあ、生存をかけた状況にもなっていると。